画面左側がリーグ5位のビファーレン長崎、右側白とグレーのユニフォームがリーグ15位のブラウンブリッツ秋田です。今秋田のキックオフでゲームがスタートしました。前半右から左に攻める。さあゲームリスタート、はい、長崎のこの2トップは今非常に調子いいですし、うん、2人で、ね、得点が取れるというような。そうですね。さあ色々が切り込んでいく、シュートか。ここはキーパー田中です。後半はエンドが変わります。左エンドに青のユニフォームビファーレン長崎、右エンドに白のユニフォームブラウプリッツ秋田です。戻して加藤勝、そして米田、上中クロス、スルーしてエシガル。いやこれは誰が足に当てたでしょう。池田選手ですかね。サイドねうまく背後を作りながら最終的には背後を取ったというシーンですけども、ここでダイレクトで上げたところでフリー、こう一瞬ですけどもフリーが生まれた後、キーパー最後田中選手ですかね。素晴らしいですね。足に当ててます。狭い範囲にたくさんの選手がいます。高いゴールマン落ちた、ヘディングで折り返す、シュートはリプレイです。町田選手の高さを生かした、こぼれ球しっかりと反応した斉藤龍選手がファーサイド、池田選手が呼んでますよね。あそこついてるの奥井選手ですから、その池田のヘディングこぼれた。こちら中央、もう一度です。秋田若さが戻しますが狙っていた澤田が狙っていった。さあ1対1、いや素晴らしい、田中がよく足を出した。ただまだ澤田にボールが出る、残る残る長崎、長崎のボール保持は変わりません。奥井から桑崎、クロスだ、エジガルシュート、こぼれた。ナイスセーブ。まだ残っています。代表から戻ってきました。アウトスイングのボール、ヘディング二人、いや素晴らしい、シュートを、米田はコーナーキックだしてると思いますし、いや右手よく当てましたね。ボールしっかりとよく見てるな、空いてますけどね。そのファーサイド二人の折り返し、ここで長い笛、試合終了。ビファーレン長崎とブラウブリッツ秋田の一戦。